実りの秋を前に JA 田島は今日一足早く新米の初出荷式を豊岡市で開きました。新米の初出荷式は豊岡市にある JA 田島の穀類の乾燥貯蔵施設で開かれ、関係者およそ50人が参加しました。今日初出荷を迎えたのは極早品種地方実りのおよそ400袋合わせておよそ12トンです。 JA 田島では農作業の時期を分散するため収穫時期の早い品種の作付けを進めていて、9月上旬からは主力のコシヒカリの収穫も始まります。今年は梅雨の時期が短く夏の暑さが心配されましたが、出来は上々だということです。1年この日のためになんかこう準備をして待ちに待ったという、そういった気がします。どん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 田島の美味しいお米が消費者の皆さんのもとに届くというふうに思っておりますので、お待ちいただきたいというふうに思っております。今日出荷された新米は来月初め頃に甲府神戸の店舗で並ぶということです。